灸左より、灸、灸、温灸、和灸、準和灸灸のセット間接的な熱処理に使用される、灸。接着性のある灸が現代産品として、中国、日本と韓国で売られている。ベース部分が治療ポイントに自己粘着するのは普通である。灸刀針灸とは、もぐさを皮膚上で部位を選択して燃焼させることによって、病態に治療的介入を行う伝統的な代替医療、民間療法である。中国医学、モンゴル医学、チベット医学などで行われる。もぐさを皮膚に乗せて火をつける方法が標準とされるが、種々の灸法が存在する。現在では燃焼させる代わりに、レーザー光線を利用する例もあるが、一般的とは言えない。生理的には、経血と呼ばれる、特定の部位に対し温熱刺激を与えることによって、生理状態を変化させ、疾病を治癒すると考えられている。同じツボを使用する針が、急性の疼痛病変に、手術されてきたのに対し灸は、慢性的な疾患に対して選択されてきた。セルフケアとして自己石油もなされ、かつてはもぐさをより皮膚上に直に据えるのが主流であったが、今はすでに成形された各種の灸製品を用いることが多くなりつつある。これら既製品は、もぐさの部位と皮膚との間に間隙が作成されており、輻射熱による刺激を行うため、火傷の跡がつきにくい。現在では、美容上の観点から多用されるが、効力としては、古来の直接灸に及ばないとされる。日本では、医師以外の者が灸を業として行う場合は、灸師免許が必要である。治療としては、毎日、または数日おきに反復して皮膚に微細な火傷を更新していく形となる。灸師が石油ポイントを指示し、患者自身が自分で石油を行う形が、歴史的にも、一般的な方法である。灸の起源は約3000年前の古代中国の北方地方において発明された。多くの地方に皮膚を焼くことを治療行為とする伝記は残っている。日本において、針、灸、輸液などの伝統中国医学概念は、遣隋使や遣唐使などによってもたらされた。灸は律令制度や仏教とともに日本に伝来したが、江戸時代に弘法大師が持ち帰った灸法として新たな流行となり、現在も各地に具法の灸と呼ばれて伝わっている。また他にも家伝の灸として無量寺の灸、世継ぎの灸などがある。これらの灸法は打納灸と呼ばれ、特に熱刺激が強く、皮膚の損傷も激しいため、あまり一般化していない。打納灸は日本において腰痛や神経痛など様々な症状に用いられるが、実際のところは腫れ物などに用いたのではないかとも考えられる。針とは異なって、奥の細道にも、三里に灸すゆるよりとあるように、旅路での足の疲れを癒したり、つれづれ草にあるように、40歳以上の者は三里に灸をすると、のぼせを引き下げるというように、灸をすることは庶民へ、民間療法的側面を強くしながら伝わっていった。もちろん公家や医官の間でも、灸法は発達し、名家灸選や灸法指南などといった書物が編纂された。戦後に活躍し昭和の名灸師と言われた深谷伊三郎は、皇帝明道灸経や名家灸選などを読んで、深谷灸法を作り上げた。彼の灸法は、中医学で行われている灸法や、毛穴も取り入れており、そのツボに灸することで出る効能が、現在も多くの鍼灸師に多大な影響を与えている。子供などを強く叱る意味の言葉として、灸を据える、や糸を据えるという言葉があったが、家庭での灸が行われなくなったため、あまり聞かれなくなった。言葉の通り主刀大の灸を、四肢や背部、臀部などに据えて我慢をさせるしつけであるが、これにより、灸は、火傷が残るほど熱いものというイメージが定着することとなった。また、灸の医療としての価値が損なわれる言葉でもあった。実際に、鍼灸院などで使われている灸は、米粒大、半米粒大の灸や、熱くなると取る、地熱灸が主流なので、人により、地熱感や肌の弱さによって異なってくるが、チクリとする程度の熱さ程度ないし目に見えるか見えない、程度の火傷であることが多い。ただし、上記にある工房灸や家電の灸のように故意に火傷や脳を形成すると免疫力が高まると言われているが、実際に免疫力が上がるかどうかは綿密な研究がなされていないため、安易に行うには疑問が残る。上述のように過去に灸がお仕置きや制裁の手段として行われてきたことから、お灸という言葉はかなり昔からそのような意味の隠喩としても用いられてきた。1990年頃までは新聞記事などにも汚職公務員に厳しいお灸などと書かれたことがある。しかし、灸は東アジアの伝統的な優れた医療であり、こうした意味に使われるのは好ましくないと日本鍼灸師会が主張し、現在は使われなくなった。自律神経などに作用して内分泌に影響を与えることが確認されており、局所の火傷から出る加熱タンパク体は血中に吸収され、各種葉弱白血球が増加して免疫機能が更新することが認められている。ここでは灸法の一例を紹介する。灸は皮膚の上に直接据えて球根を残す、盂根灸と直接は据えるが、球根を残すことを目的としないまたは直接は据えない無根灸とに大きく二分される。もぐさ種の大小、もぐさ種の大きいものは刺激が強く、小さいものは刺激が弱いひねりの硬軟、ひねりの硬いもの刺激が強く、柔らかいものは刺激が弱い総数、総数の多いものは刺激が強く、総数の少ないものは刺激が弱い施灸法。主義により、施灸も強弱が分かれる、顔面部、可能を起こしやすい部位、戦争に大血管がある部位、皮膚病の患部、妊産婦の下腹部などへの直接救急では、気が少なかったり、余ったりする時を補ったり、射したりすることで体を整える69難による、主血は、その臓腑の気が不足した場合はその母を補い、気が充満した場合はその子を、射せとしている。東洋獣医学では牛、豚、ヤギなどの家畜に対しても、お灸を施す。基本的な方法は、人間と同様だが、壺の位置や数は相応に異なる。近年日本でも、自然治癒力の向上、繁殖障害や食欲不振の解消を目的として、牛や豚にお灸を施す講習会などの取り組みが行われている。ありがとうございます。